はい、清宮にブチギレ。日本ハム清宮のスライディングに対し、ソフトバンクの甲斐が苛立ちをあらわにする場面があった。7回、日本ハムが1点を追加して、なおワンアウト2、3塁の場面。郡司のショートゴロにサードランナー清宮が本塁突入した。タイミングはアウトで、甲斐はミットをホームベース上で構えていた。そこに清宮がスパイクの裏を見せて滑り込み、甲斐のミットを蹴る形となった。甲斐は怒ったような表情で身を立ち。ネットでも、清宮危ないぞそれは、清宮スパイク危な、甲斐が清宮にガチ切れと危険なプレーを指摘していた。わざとじゃないでしょ性格的に。そんなことで騒ぐな。そうやって人のせいにするんだな甲斐は。見損なったぞ。清宮様は悪くない、日ハムは悪くない。結構するほど危ないプレーには見えないです。清宮の未熟めプロ選手として紳士的なプレーしろ。クロスプレーである程度の接触は仕方ない。それにイライラして清宮に高圧的な態度取った甲斐の方が問題だと思う。わざとなのか、そうじゃないのかは本人にしかわからないだろうけど、そのプレーで甲斐選手がとんでもない大怪我を負ってしまっていれば、清宮選手はどう思うのだろう。あのタッチの仕方だと滑ったらああなるのはしょうがないと思うんだけども、スライディングの先にミットを置く感じだったし、今はキャッチャーの位置もタックルもできないので、ああいうプレーは普通で甲斐が起こるのが意味わからない。意図的だとしたら人間性を疑うし、意図的じゃないなら走塁下手くそすぎ。どっちにしてもありえないプレイ。こんなのシニアあたりで厳しく指導されるはずだけど、よほど甘やかされたのかな。性格的にわざとではないと思う。正直別に悠々アウトってほどでもないし。どっちもどっちだな。